まあ、通常の整骨院というのは、機械を使ったり、マッサージしたり、アイシングしたり、いろんなことをします。ソードではなくて、政府の指だけで患者さんに治療する。そこでどこまで整骨院が普及できるか、やってみよう。そういうふうに言っていただいて始めました。特に広告を出すこともなく、地道に始め、最初は、少人数で我慢の続きだったんですけど、でも政府だったら絶対にうまくいくというふうに信じて今日までやってきました。10年経った今、1日だいたい35人ぐらいです。それなりに発展してきました。今日は、政府の、実際に学生たちに、代表選手にどういうふうに行ってきたのかご説明しながら、また、政府だけで行う整骨院の普及についてお話ししたいと思います。整骨院今結構大変です。保険診療、自由診療とありますけれども、保険が適用される範囲内というのは1週間以内に起きた急性疾患、骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷、肉離れ、これだけです。それ以外は慢性疾患と扱いされるので保険診あ自由診療になります。ではこの自由診療、軟骨組織損傷が多いこれからの時代に、政府の夢でどれだけ自由診療で行っていくことによってさらに整骨院が患者さんを増やして発展するかというのが非常に大事になるというふうに思います。僕自身、ずっと中学生、高校生、大学生の学生さんや、陸上選手、たくさんの方を整復してきました。その中で、今から9年前にある選手と出会いました。彼は高校3年生でした。肉離れをしてきました。で、彼はこう言います。なかなかこれ以上良くならない、試合も近づいている、どうすればいいですか。で、僕はその日から整復を始めました。そしたら次の日、画期的に良くなってまた来てくれました。この選手はその肉離れが完全に治り、その年見事にインターハイ3位になり、その後に中京大学に進みました。そのことがきっかけで東海地区にいる学生さんが、彼が政府がいいというこの一言でたくさんの生徒さんが僕の整骨院に来るようになりました。そんな彼とのつながりが続いて、大学2年生が終わった時に彼は僕にこう言いました。僕は代表になりたい、世界陸上に出たい。その言葉を聞いた時に、彼の夢は僕の夢、応援できるならしたい、そういう思いから翌年からトレーナーとして彼の試合に対応するようになりました。このままうまくいくのかなと思ってた矢先、彼は1ヶ月ぐらい来なかった時期がありました。どうしたなと思って聞いてみたところ、彼は実は春はです。こういうふうに僕に言いました。その時に僕は彼に問いました。このままもし針をやり続けるのであれば、もう二度と僕のところに来なくていい。中途半端なことやめてください。針もいい、政府もいいっていうのがないんです。手技療法の共存共栄というのは僕はないと思ってます。政府は陰圧、それ以外のやり方すべて陽圧。針を風船に刺すと風船が破裂します。同じことが筋肉にも起こる。たとえ筋肉に針が刺さってないとしても、針を刺した途端に皮膚の温度が低下し、筋肉の組織がぐちゃぐちゃになります。刺せば刺すほど治りが悪くなる。僕は選手ファースト、患者さんファーストで考えます。選手にとって、患者さんにとって何が一番大事なのか。仮にこれで彼が来なくなってもそれでもいい。でも彼のことを思って僕はこう言いました。すると彼は、大変申し訳ない、これから政府一本で、他のことは一切やめて政府だけでやっていきます、そういうふうに言ってくれたので、僕も彼に言いました。この1年後に北京で世界陸上がある。
一緒に行きましょう。あなたも出る、僕も対応する、北京で成功する。そこから2人でコツコツ始め、彼は着々と記録を伸ばし、そして2015年に本当に世界陸上が出ました。さらにその次の年にもオリンピックに出ました。政府がなければ今日の彼の代表での戦いはなかったというふうに思っています。今日たくさんの児童整復師、そして鍼灸師の先生方が来てみますけれども、押す、刺すっていうのはかえって治りを遅くさせるというふうに僕は思っています。例にすると肉離れ、例えば肉離れっていうのは筋腱移行部によく起こります。肉離れがなぜ再発しやすいか、一般的には皆さん押しますね、押す。筋腱移行部っていうのはただでさえ柔軟性が低下している、そこの患部に押せばさらに筋肉の組織が硬くなる、そしてストレスが加わって再発する、もうこれも繰り返しです。政府がなぜそういった肉離れの損傷により効果的なのか、皮膚を引っ張れば、皮膚は3つの層に分かれますね、表皮、真皮、皮下組織、この皮下組織が深層の筋膜とくっついています。仮に筋肉に触れなくても皮膚を優しく引っ張るだけで、この深層の筋膜が陰圧され、そして筋肉がより潤います。筋肉がより潤えばどんどん柔軟性が出て弾力性が増し、そして怪我がしにくくなり、患部が良くなる、プラスアルファ再発もしにくい。いかに怪我をしないか、これがアスリートが自己記録を更新する最も重要なポイントだと僕は思っています。今柔道整復師、鍼灸師の方々が日本にたくさんいると思います。でも年間柔整師で言えば大体5、6000人誕生します。誕生するのはいいんですが、結局その後の行き場に困る方が多い。自分で改良しようと思っても学校で習うのは骨折や脱臼の整復の方法です。実際に治療方法になるわけではない。そうすると卒業して資格を取っても大体どこかの接骨院で勤務する方が多いです。そんなところでいるよりも整復を習得して自分が改良すれば自身が発達しますし発展します。そしてそこに通う患者さんがより政府を受けやすい環境になれば、より政府は復旧するというふうに僕は思ってます。特に今日鍼灸学校の生徒さん、そして鍼灸師の先生方多く見えてると思います。この今の現状でもいいかと思うんですけれども、もしよろしければぜひ政府を習得して政府で治療していく、そういう治療人生を送られたらいかがかなというふうに思います。接骨院でよく使われる電気、電気よりも政府の指に勝るものはないと思います。心地よく感じる方はたくさんいるかもしれません。ただし心地よさと結果というのは結びつかない場合が多々あります。政府は快、心地よさで真実の結果を作ります。その場で楽になる。長い間1ヶ月通っても変化がないですよ。そしたらおそらく3ヶ月通ってもダメだと思います。半年通ってもダメ、1年通ってもダメ、長く通えば良くなるとは限らないです。整復、僕の場合は1人患者さん来たら約10分整復します。もうそれで帰っていただく。必ず来た時よりも帰った時の方がいい結果を作ります。今日よりは明日、明後日よりも明後日、今週よりも来週、どんどん日に日に良くなります。その確実に効果を作っていくことによって今日の発展がありました。急性疾患にはライスという表現があります。ライス、 R っていうのはレスト、安静です。安静は非常に大事、これは大事です。 I、 アイシング、接骨院ではよく冷やす方が多いです。何でもかんでも冷やせばいいっていう問題ではない。
例えば足首をひねって捻挫してきました。くるぶしが腫れている。この腫れている患部を10分間冷やした方がいいのか、あるいは10分間セーフした方がいいのか。冷やしている最中は患部は冷えています。ただしアイスを取り外して一定の時間、例えば30分だとします。そうすると冷やしてない反対の患部よりも冷やしている側の方がかえって熱がこもる。だから僕は一切アイシングはしません。くるぶし、外くるぶし、外科ですね。前鋸肥靭帯が傷んでそこが、腫れている。その靭帯の表面の皮膚を引っ張る。くるんでる、くぼんでいる患部を引っ張る。これを10分間行うだけで腫れがみるみる引きます。仮にそれがテニスボールぐらいの大きさであったとしてもセーフを行うことでみるみる引きます。捻挫した方はびっくりします。セーフはこんなに効果があるの、あるんです。じゃあ温めたらどうだ。長い間温めれば温めるほどこの患部はいずれ冷えます。温めてないところよりも冷えます。温める必要もない。どのように体を気温を上げるか、体温を上げるか、これ引っ張るのが一番変。テーピング、テーピングする人は多いです。でもテーピングをしていい結果を残した選手は僕はあまり見たことない。僕はよくトレーナーとして試合に行きます。競技場でいろんな選手を観察します。テーピングを巻いている人が試合に出ていい活躍をした、勝ったというケースはまず見たことがない。なぜか、テーピングをすると皮膚には穴があります。この穴を通して呼吸する。テーピングを貼ればその穴が塞がる。塞がると中にこもった熱が外に出ていかないです。だからかえって治りが遅くなる。テーピングを貼るぐらいだったら試合に出ない。これが僕の考え方です。あとこれは急性疾患でも慢性疾患でも共通して同じことが言えるんですよ。安静というのは非常に大事なんです。先ほど申し上げた、この安静というのは家で横になって寝転がるという意味ではないです。確認しない、伸ばして確認したりしない、患部をですね、今どうかな確認したりしない、プラスかばわない、かばって練習する、かばって歩く、そういうことをしていると患部自体は早く良くなるかもしれませんが、いずれどこかに代償が来るというのが僕の考え方です。じゃあどうすればいいのか。僕はいつも整骨院に来た患者さんにセーフをした後に、そこの患部に対する自分でのセーフの行い方というのを必ず説明します。自分で毎日自分の体にセーフをする。僕はいくら頑張っても24時間の中でわずか10分しかセーフすることはできません。しかしその患者さんが僕がセーフをしていることで、自分で、それが選手であれば練習前、練習後、一般の方であれば寝る前、朝起きた後、自分で短い分数でも構わないのでセーフを行うことによって効果がはるかに増します。こういうことを言うと患者さんにやり方を説明するともう来なくなるんじゃないかって思う方もいるかもしれません。しかし逆です。これも親切からすることです。患者さんを思ってのことです。早く良くなってほしい。そういうふうに言えば患者さんも、あ、こんなによくしてくれるんであればまた通おう、いろんな人を紹介しよう、そういうふうにいい循環がどん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 広がります。このような形で今日までやってきましたけれど、政府をする以上、政府を普及させる以上、先ほども申し上げましたけど、この方法もいい、あの方法もいいというふうに言っている以上難しいと思います。いいものはいい、悪いものは悪い、やはり真実を伝えるという責任が政府士である我々にはあります。ライスのコンプレッション、これは圧迫に該当します。圧迫をすればするほど血が止まります。血を止めてはいけない。血は流れるものである。流れる水はきれい。僕は常にそのポリシーを持って今日まで政府してきました。いかに皮膚を解放するか、潤わせるか、どんな痛みでも引っ張ることで必ず軽減します。
先ほどのライスの話の中で安静と居上はいいんです。居上寝て足を高く上げて血が早く心臓に向かって戻るように足を上げる、これはいいです。常に引っ張ると安静、この繰り返しです。日に日に良くなります。必ず中立に正腹を行えば効果があります。重生学校で3年間もしくは4年間勉強するの、新旧学校で3年間勉強する、知識の吸収においては非常にいいかもしれません。しかしその後のご自身の治療家としての人生っていうふうに考えたときに、政府という方法は世界で一番いい方法なんだというふうに僕は思います。政府は安心安全です。誰にでも行える、副作用もない、揉むわけでもないので揉み返しもない、その場で効果を作れる。やっていけないことは何一つ、必ず日本でたくさんのところに整骨院、鍼灸院というのがあります。1億2000万人いる日本国民の皆様方が政府をどこでも受けられる、そういう環境になることが僕のお願いです。そのためには今日ここにいらっしゃっている鍼灸師、そして児童整復師の先生方、学生の皆様がこれから政府を習得して、ご自身で政府を行って、そしてご自身の発展にもいいですし、患者さんがますます喜んで日々政府を受ける、そういった生活を送っていただけることが、一日も早く政府を全国に普及していくキャッチだというふうに思ってます。この熱海で再開されるこの講座にこれだけの方がお集まりいただいたことはとても嬉しく思います。政府は重生学校や鍼灸学校と違って今最短で4時間で習得できる、そんな魅力があります。実際に患者さんにどうやって整復するのか、どの症状にどのように行うのか、ただ引っ張ればいいという問題ではないです。整復はシンプルな行為ですけれども奥が深い、学ばないと忠実に実行しないといけないんです。下手でも効果はあります。ただしそれは自分の体に行うときだけです。人の体に整復を行うときは勉強しなきゃいけない。なぜなら自分で自分の体に整復を行うときは自分で感覚が分かりますけれども、人の体に整復を行うのはこれは勉強しないと感覚が分かりません。皮膚は最大の臓器、皮膚は人それぞれみんな違います、質が違う。なので僕はいつも来る患者さん一人一人に真剣に集中して強く行います。この集中力は必ず持続しない限りはダメです。ベラ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 喋りながら整復するものではありません。機械がやるものではなくて人間の指、政府の指で行うことですので、自分の考えていることが全て指に伝わります。忠実に助言先生がお話しされた内容を実行して、そしてこの日々政府をしていく中で、この例えば肉離れであれば、この患者さんのこの肉離れした患部の皮膚が昨日と今日でどう違うの、今日と明日でどう違うの、今週と来週でどう違うの、これを集中して行わないと難しいです。ただし忠実に行った場合必ずいい結果になります。政府より早く回復する方法は他にはないと思います。では保険診療と自由診療、先ほどお話ししましたけれども、
今はもう自由診療の時代です。鍼灸院を開いている諸先生方は医師の同意がないと保険が提供にならない。医師もなかなか自分のところにどうしても通ってほしいものですから診断書も書きにくい。そうなってくると医師に頼らずにご自身の技術でいかに自由診療で普及していくか、そう考えたときに慢性疾患、それが例えば膝で言えば変形性膝関節症、筋肉疲労、さまざまな症状があります。自由診療でも効果さえあれば患者さんは必ず来ます。今針をされているかもしれません。しかし整骨を習得して整骨一本で地道に行えば、僕の整骨院みたいに必ず患者さんが増えてより発展するというふうに思います。このためには根気がいます。素直な財産、これは受験先生がよくおっしゃる言葉です。僕はこの言葉がすごい好きです。素直な人は得をする。僕がトレーナーをしているこの選手は素直。針と政府どちらか一本に絞ってください。政府を一本で行くんであれば、僕はこれから先今まで通りあなたのことを応援します。僕は5年前このように彼に申し上げた。その時は彼素直にその言葉を聞き入れて、分かりました、僕は政府一本で行きます、そう答えてくれました。だから今日の活躍がある。2週間後も出雲で出雲グランプリという試合があります。300m の試合です。この試合で上位2名に入れば、来月横浜で開催される世界リレーの代表メンバーに彼は選ばれます。どこまで今回試合で活躍できるか分かりませんが、全力で彼を応援します。来年には東京オリンピックがあります。竹内先生が先ほど中国代表選手をここまで竹内先生は育てられました。僕は日本人である彼を政府で東京オリンピックに行かせることが、僕は政府士として東京オリンピックとして日本の皆様にも貢献できる大きなチャンスだというふうに思っています。この素直な財産、これは患者さんだけではなくて治療家に対しても同じことが言えます。針もやる、政府もやる、これは正直難しいところがあります。今政府を習得した柔道整復師の先生方はたくさんいます。しかし混ぜて行う先生方も結構いるんです。混ぜて行うとこれはあまりプラスには働かない。僕みたいに他の方向は一切やらずに政府一本でいい、そうすれば確実に普及します。保険診療が難しい自由診療でこれから先経営をしていく場合、機械のような多額な資金を投入する必要もないですし、他の手技をやる必要もない。政府を習得して政府を忠実に実行して日々行うことによって患者さんがどんどん増える、そんな治療家人生を歩めるというふうに思います。ぜひこれから短時間で今政府が習得できる時代になりました。この絶好の機会を一人でも多くの柔道整復師、そして鍼灸師の先生方、学生の皆様に政府を習得していただいて、そしてご自身でそういう店を開いて患者さんに政府を行って、より患者さんが喜ばれ、政府がより日本社会そして世界に普及していく、そんな時代が一日も早く来ることを願いまして、私のお話を終えさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。